ヒバリクラブをご覧の皆様、こんにちは。もうそろそろ夕方になってまいりまして、えー、少しライトをつけての撮影をいたしました。えー、現代の5番目ですね。現代は食から始めたものですから、食品は安心かということの5番目でありますが、えー、原則が3つあります。1つは国民性。2番目が個人差。3番がちゃんとした科学的根拠。 この三つをちゃんと満足していないようなものはですね、皆さんがご覧になっても、えー、心配してはいけません。それで、それでもまだ難しいことをここにお話しますが、えー、前回ですね、トランス脂肪酸を取り上げましたが、トランス脂肪酸はこの三つが全部満足してても、まあ満足してるやつは私まだ見つけてないんですけどね、えー、満足しててもまだ問題があります。というのはですね、 コレステロールの問題っていうのがもともと犯罪性があるんですよ。あの日本人はコレステロールを制限しなくていいと思うんですね、私は。私っていうか、学問的な結論はそうです。で、それは学者の間では多分合意ができると思うんですね。このコレステロールを注意しなきゃいけないっていうのは、単に最初が誤解ですね。それはどういう誤解かった第一原則の違反ですね。つまり欧米で極めて油を多く取るところの 問題をそのまま日本のようにほとんど油を使わない国に持ってきたっていうのがまず第一です。これが第一のコレステロールの問題ですね。これはあの詳しくですね、私調べましたんで、えー、各国の油の食用油ですね。まあ、動物性油も植物性油もありますが、それのその摂取状況とコレステロールの過剰による病気の具合っていうのはもう詳しくデータがあるんですよ。全世界的に。 それちゃんと持ってますので、いつでもちゃんとお話ができますし、今までも何回かお話してきました。それからもう一つは LDL と HDL かな。とにかくなんか悪玉コレステロールと善玉コレステロールというような間違った名前をですね、これはテレビがつけたんですけど、テレビがつけたんですよ。別にあの学者がつけたわけじゃないんですよ。そういう間違った名前が頭にあってですね、何か悪玉と善玉があって、例えばこの場合トランス脂肪酸を取ると、 悪玉が増えて善玉が減るので、トランス脂肪酸が悪いと言っておりますが、そういうのが多いんですけど、コレステロールにまず悪玉と善玉なんかありません。当たり前ですね。両方とも人間の肝臓で作るわけですから。それも結構苦労して作るんですよ。コレステロールの合成って、それがコレステロールって言ってもね、これ方、コレステロールって言ってるものがコレステロールじゃなかったりいろいろするんでね。 めんどくさいんですが、あまりに複雑なので、ここで言うとまた混乱しますから、今まで世の中で言ってるコレステロールをコレステロールと言います。えー、善玉も悪玉もですね、必要があるから肝臓で作ってます。ですから肝臓の合成の判断が間違っていない限り、善玉と悪玉の比率っていうのはですね、これはその個人の必要な分を作ってると考えられるわけです。 えー、善玉と言われるものはですね、掃除をするためのコレステロールですから、まあ、善玉と言っては善玉なんですけども、人間の体に善も悪もないんですよ。えー、今悪玉と言ってるのは必須コレステロールですね。どうしても大切なコレステロール。どうしても大切なんですが、若干の障害が出るので、それをカバーするために、まあ善玉、コレステロールが後始末をするっていうのことですから、 善玉コレステロールが多いつって威張っ,ってる人いるんですけども、善玉コレステロールだけではやっぱり死んでしまいます <laughs>。ですからですね、そういうアホなことは言わないはいいですし、まあ、専門家の方とかね、栄養の方とか、そういう人はね、科学者とかそういう人はですね、この誤解はもう相当根強いんですよ、悪玉善玉っていうのは。だからこれをもう絶対に取り消さなきゃいけませんね。 それで、もう一つの大きな問題はですね、このトランシ脂肪ーがいいかどうかというものに関わるコレステロールの大きな問題は、ここにグラフを示したんですが、これは日本ドック学会がですね、150万人の検査をした後、その150万人の検査値を見て、この人たちはどう見ても健康と言っていいだろうと。つまり人間として正常であると言っていいだろうっていう人を1万5千人、つまり100人に1人選んでですね、まあもともと 人間ドックに測定した人の多くは健康な人なんですよ。まあ、会社から言われたり定期的健康診断で診断してるんですからね。普通に働いて普通にスポーツもやってる人ですよね。だけどもその中で特に、まあこの人は絶対健康だなという人を1万5千人を選んで、100人に1人ずつ選んでですね、それでコレステロールの量をプロットしたのがこのグラフなんです。赤い点がですね、プロットしたんですね。そうしてみますとね、 それは平均値ってのがありますよ。平均値。<laughs> だけど、平均値以外にものすごくばらついてるんですよ。まあ、中心でもですね、これ40ぐらいばらついてるんですが、あまあ、あのー、人が少ないところでもですね、別に問題はないんですね。